手形スタンプでは細菌を培養するのに1日から2日ほどかかりますが、 ATP 法は瞬時に結果が出るため、食品製造工場などでは作業着や設備・器具の洗浄効果の確認に使われています。ルシパックと呼ばれる ATP をサンプリングする綿棒と試薬がセットになった検査キットで、まず手のひらを横に拭き、次に縦に拭きます。指の間を拭きます。指先と爪の間を拭きます。スティック先端を薬液につけ、試験管をよく振ります。ルミテスターで測定します。10秒で測定結果が表示されます。